海といえばやっぱビアガーデンですよね、大久保さん。はい、よろしくお願いします。ビアガーデン、ぜひやってもらいたいなと思います。それではですね、第2部の方に移りたいと思います。第2部の方といたしまして、パネルディスカッションを行います。立山様、よろしくお願いいたします。はい、それでは第2部パネルディスカッションに移りたいと思います。テーマは湘南の快適な海水浴利用に向けてということで、今日は、見ていただいた通り非常に大物 の, あの非常にですね、重鎮の方に今日は、来ていただいています。非常に充実した議論ができるというふうに思っております。まずですね、自己紹介を、いただきたいと思います。加藤さんと鈴木さんに、自己紹介をいただければと思います。2分ずつぐらいで、まず簡単にいただけますでしょうか。はい、加藤と申します。はじめまして。現在ですね、神奈川県 の, ライフセービング連盟という、ライフセーバーを統括している NPO 団体の代表をしております。ただしですね、複雑な経歴といいますか、海水浴場に思いっきり絡んでまして、かつて、もう20年前になりますが、横浜市の職員でした。最後は横浜大桟橋 の, 客船関係だったんですが、それ以前は八景島の手前に横浜海の公園というのがあるんですが、ここの開設担当をやってまして、横浜で、当時16年ぶりにですね、海岸線を全部出たというですね、市民から自然界を奪った代償としてですね、お金をかけて、海の公園の砂浜は、人工海域として、で八景島は少しお金をいただいてですね、民間活力導入という当時、そういう動きがありまして、政府の方に、結果的には、公募でですね、決めて今水族館で八景島が下にある。その砂浜の方は私担当しててですね、もう16年前に海水浴終わってましたから、ノウハウがないということで、湘南のこの藤沢のですね、日本赤十字社の水上安全法講習会を受けたというのがライフセービングのプレーです。でそれから、最終的にはちょっと脱サラしまして、今は波伝説また海海星というですね、海関係の気象情報を提供しています。また後ほどパワーポイントで、若干補足しますので、以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは鈴木さん、お願いします。鈴木です。私はこの色を見ればわかるようなサーファーですね。毎日、今月私は70歳になりまして、でもまだまだ、若い者には負けたくないと思います。波乗りは、昨日もやりましたし、今日もやりました。波乗りで大体、毎日私の自己紹介はですね、絵が出ませんかね。サーフィンしてるやつなんですけど、今ちょっと出てくる。これは私がね、27歳の時に、ハワイのハレイワってところなんですね。雨でも晴れ間っていうんですけど、でこれはですね、南米のコスタリカってところで、私の息子が全日本の、チャンピオンでね、日本の代表選手になりまして、それの引率係でくっついていたんですね。でオフの日にはこれ息子の板なんですよ。息子の板で、私が乗ったのを、一緒に同行したカメラマンが撮ってくれた写真ですね。サーフィンは最高です。皆さんも、お年の方もおられますけど、ぜひね、サーフィンを始めてもらいたいと思います。で私のところのクラブはですね、これは私がシェイプしてるんですね。今でもこのシェイプはやっております。で私の板はちょっとだけ高いです。これはブレッドっていう弾丸っていうネーミングつけまして、こうボトムに
快感のあるサーブボールですね、まあ、いろいろこれがまあ私のメインの仕事なんですけども、で私のクラブはですね、60歳を超えた方が17人いるんですよ、まあ、それは私と一緒にクラブ員の方も、年を重ねてきたってことですね。最高齢のサーファーですね、83歳です。で、未だに鵠沼で週1回ぐらいはサーフィンやってます。で、その次がですね、皆さんもご存知かと思いますけど、スーパー稲国屋さんっていうのがこのベニズの坂を降りたところにありましてね、そこの大貫さん、まあ通称稲国屋さんですけど、それは私の先輩なんですけど、彼に、55歳の時に、ね、サーフィンを教えまして、スーパーの親父ですからね、いつもね渋い顔しててね、挨拶もしないしね、この親父なんとかちょっとにこやかにしてやろうと、そう思ってね、親父さんちょっとまあこの平島一回りしてらっしゃいよと言ってボールを貸したのがきっかけで、2週間ぐらいしたら来ましてね、社長、俺にもサーフィンできるかねと言ってきたんで、できないわけないじゃないですか。で、このサザンビーチで一緒になって隣に行ってね、ゴロゴロゴロやりながら2、3年かかりました。ちょっと長すぎますか？喋り出すと僕ね止まらないんですよ。いつも結婚式でね、嫁さんにこうそれを引っ張られるんですけどね、じゃあこんなところで、はい、ありがとうございます。もう鈴木さんはこの、茅ヶ崎のビーチで、もう長く生きてゴッテスの社長で、皆さんもちろんご存知だと思いますけれども、このサザンビーチの海を、まあ、知り尽くしている、お一人でございます。そういった意味でですね、今日まず鈴木さんに、そのマリンスポーツ、まあ、サーフィンを通しての視点で今この茅ヶ崎の海岸の抱えている課題と、今後どういった海水浴場がですね、目指していくべきなのか、そこら辺のお話をまず10分程度いただいて、鈴木さんの方からお話をいただければと思います。引き続きお願いします。まずですね、今、組合長さん、理事長さんの話を伺ってましてね、私がね感じるんですよ。皆さんもね、子供の頃を思い出してください。まずね、基本的に茅ヶ崎のビーチは皆さんもみんな感じてると思うんですね。寂しいです。そう思う方ちょっと手を挙げて。ほとんどの方がね、ここなんですね。でしょ、素敵なねハウスをこう作るっていうのもね、私も賛成です。でもそれはね、わずか夏は2ヶ月間しかないんですね。だからトタン屋根でいいと思うんです。子供たちが砂にまみれてね、大遊びをする場所、それが僕はねこの2ヶ月間だと思うんですよ。私は生まれが新潟なんですね。新潟の小千谷ってとこなんですけど、まあ私の親父は土建業をやってまして、まあ小さいながらに覚えてるんですけど、柏崎の海とかですね、クジラ波とか連れてってもらいました。で、私は昭和17年生まれですから、戦時中の子供ってことですね。戦争は20年に終わりましたので、ただ私3歳ですから、そういう記憶はないんですよ。ただ覚えてるのは、親父とお袋に連れられて、兄弟6人いますから、柏崎の海で、ザンザンと来る波の中でね、ゴムマットで遊んだ記憶なんですよ。それは施設が豪華とか、なんとかそういうものじゃないんですよ。親御さんがね、子供を海に連れてって遊ばそうという気持ちさえあれば、サザンビーチは活性化するんですよ。で、活性化する手段がありますね。先ほど逗子鎌倉の話が出ました。私の友達も海の家やってます。逗子の海岸は、私の後輩の真壁っていうのは、市からも委託を受けて仕切ってますね。で、いろんな話も聞いてますけど、皆さんもご存知だと思いますけど、逗子の海の家から育ったアーティストいますよね、2人。お名前、分かりますか？
気まぐれんという今テレビで大活躍してますね。これはね、海の家のバイトから始まったんですよ。だから今ね、もう本当個人的に僕思うんですけど、海はですね、花火やっちゃいけない、ね、夜何時になったら騒いじゃいけない、これじゃダメだと思うんですよ。海はね、青春のね、一時期の大切な場所なんですよ。花火やったっていいじゃないですか。そう思いませんか。ディスコタイムがあってもいいじゃないですか。この海の家でね、青春を発散しないったら、どこで発散するんですか。今の若い人たち見てください。時間があればこれでしょう。パチンコじゃないですよ。スロットルマシンはこれですから、ね、携帯からほとんど離れられない生活を送ってますよ。自分たちのお子さんを見てください。海に来てね、すっぱなかで砂にまみれて遊べる場所、大騒ぎができる場所、それが海ですよ。だから海の家をね、経営される方にお願いしたいのは、もっと若者が爆発できるような、ね、ディスコができるスペースがあってもいいかもしれない。それからアーティストがね、週1回でも来てガッとやってくれてもいいかもしれない。もしかしたらサザンの桑田がちょこっと来てくれるかもしれない。加山雄三が来てくれるかもしれない。いろんな人のルートをたどれば可能ですよ。で、ここの海をもっともっとね、明るく元気にしなかったら若い人は来ませんよ。今暗い海でね、ピューッと花火が飛んでいますね。もっと騒いでいいと思います。静かすぎませんか、夏のこんないい日を。そうでしょ。若い子をもっとね、自由に発散してやる場所が海なんです。海の家なんですよ。ね、おしゃれなスパを作るのもね、これも方法かもしれません。うんこなんか穴掘って垂れ流しでいいんですよ。昔はみんなそうでした。ね、たった2ヶ月間ですから。ただ組合長がおっしゃったね、共同組合方式にしてやるっていうのは大賛成ですね。私それを今日ね、提案しようと思ってました。本当に。で、みんながそこから上がった収入でね、平等にペイされて、で、また1年経って、また何か改革して、それでやったらいいと思います。で、時間がないと思いますので、まあ、私はこの最後の方になりますけど、皆さんに今日はね、とんでもないね、爆弾発言してきますので、ぜひ期待してください。どうもありがとうございました。大久保さん、若者の海は青春の発散の場だと、もっと騒いでいいんじゃないかという鈴木さんのお話ありましたけど、大久保さんいかがでしょうか。僕もそうしたいです本当にそうしたいんですが、もう僕もですね、若い時、海に入るのにあちあちあちって言いながらですね、砂海に入っている記憶があるんですが、やはりですね、行政とかそういうところが絡んでくるとどっかが止まっちゃうんですね。なかなかできないっていうのは現状で、本当にですね、騒いだっていいじゃないかと。ちょっと音出すだけで、今の現状はですね、ここで音楽を流してボーンと流すだけで一つ二つとクレームが来るんですね、役所に。そのクレームを役所は大切にしちゃうんですね。それをどうするんですかって言ったら、その人たちに謝りに行かなければ、じゃあどうするの、理解を求めなきゃいけないというような状況で行政は来たんです。ところが今鈴木さんが言われるようにですね、もう自由にやったっていいじゃないかと、若者が本当発散できる場所でいいじゃないかと、これ大賛成です。僕もでもできないっていうことですね、行政が。本当できないんですね。これが残念なことになかなかちょっとね、壁があってですね、これを乗り越えたら、で、今鈴木さんが言われるようにですね、アーティストを生み出そうと、そしてアーティストを出ましたよね。
で僕は何年か前にステージを作ることによって若者がギターを弾きたい、若者が歌を歌いたいというのをですね、そこの中央に学校協会というのに無理やり行ってですね、ステージを作ったんですね。で1年目は当然、お客さんも少ない、でも今発散する場所がないんですね、ギターを弾いた場というのが。で1年目はまず宣伝だと、2年目からステージが常設していることによって徐々に来てくれるだろうというのを何年かかけてやろうねって言ったらですね、どっかの偉い人たちがですね、こんなのペイにならないからやめろって言って次の年からステージが撤去されちゃうんですね。そんなのがあってですね、僕たちは本当にそれをもう発散させてですね、いろんなことをやりたいんですが、どうしても壁があるとかです。ありがとうございます。その、まあ、やる一方で、まあ、反対の人もいるし難しい問題だと思いますけども、加藤さん、元行政マンとしてここら辺はどう、ご質問。じゃあまず今のご質問、奥坊さんお願いします。あの流れはですね、まず桑田の同級なんですが、桑田がですね、なんか近くでやりたいというのがあった意向があったみたいですね。本当にシークレットで話は進んでたんですね。で、皆さんに全然報告をしないでですね、どうも本当に息苦しかったんですが、何だか知らないけど彼がここでやりたいという、僕は全然お誘いしたわけじゃなくてですね、彼が来てやりたいというのがあって、で、もともと彼は近づく大好きだし、サーフィンもやってます。鈴木さんなんかよくご存知だと思うんですが、サーフィン大好きな人なんで、彼の歌の中で茅ヶ崎とか烏帽子はいっぱい出るじゃないですか。で、ここがよくてやってもらったんですよ。ただその流れが、どういうふうになったかちょっとわからないですが、ただ彼がやりたいというのが来たのは目だと思います。はい、ありがとうございます。すみません、加藤さん戻ります。まあ、青春の発散の場にした方がいい、あるいは住民の苦情があるのでそれはできない、まあ、非常に難しい問題ですけれども、いかが、どうお考えになりますでしょうか。はい、非常に答えづらい質問なんですが、まあ、条件付きだと思いますね。まあ、基本的には住民の方がやっぱり認めるような営業形態というのはやっぱり前提だと思います。やっぱり海水浴というのがやっぱりもう高度成長のですね、この芋洗い状態のところから今だいぶ変わってきてます。県下の8割方のですね、海水浴場が毎年視察してるんですが、先ほど言ってる逗子とか葉山とかだいぶ変わってきてます。しかしですね、やっぱ夜の営業というのは本来の海水浴とは違う今営業形態になっていて、まあ、一部の海水浴場ではそれがもうクラブ化してですね、非常に問題になっております。なのでこれはもちろんやっぱ整理して、行政がきちんとですね、温度をとっていろんな方の意見を聞いて、まあ、最終的には住民、県民がですね、決めていくことだと思います。鈴木さん、すごく熱意があるお話で、いろんな、まあ、行政の壁があると思うんですけども、大久保さんと組めばこれ実際実現できるんじゃないですか。ここでなせばなるでしょう。でね、今加藤さんからも話しておりましたけど、シーズン制がですねあるわけでしょ。ずっとやるわけじゃないんですよ。ずっとね、周りの住民にね騒音を立ててやるわけじゃない。本当に夏のねごくたった2ヶ月間ですよ。だからまあ話はちょっとどんどん広くなっちゃうんですけど、鵠沼海岸を見た時にですね、今海水浴シーズンですから、もうご覧になればねすぐ分かりますよ。分かりますか。海水浴場組合っていうのがありまして、海の家がですね何軒あると思いますか。あの広いビーチ何軒かのね、海の家のためにですよ、あの江ノ島から鵠沼の引地川の間サーフィンできないんですよ。おかしいと思いませんか。今海の中でね遊泳されてる方はほんのわずかです。それが海の家という一つの利権ですね。
それでサーファーはずっと基地側の方に押し当たれて杭を打たれまして、その中ね、もうごったに状態ですよ。一日にどれだけ事故が起きてると思いますか。衝突事故、怪我人、失明した人もいますよ、ね、だから行政って話がどこでも出てきますね。行政なんですか。我々が変えなくて、行政の人もみんな我々と同じ市民ですよ、県民ですよ。我々が情熱持ってなせばできないことはないでしょう。僕そう思うんですよ。で、茅ヶ崎海岸すぐ隣は中海岸地域って言いますね。そこはあの海岸浸食がひどくて、10年計画で日本で唯一のモデル的な洋品事業がなされているビジネスよ、ね、野球場のあるところですね。どんどん浸食されて、あと数年で国道まで浸食されるだろうと言われてます。でも行政がやってることは何だと思いますか、ね、年間3万ユーベの砂をあそこに投げ込んでるだけです。もう6年経ちました。でも同じですよ。だから行政がやってることを我々市民がしっかりチェックして、声を大にしなかったら何も変わらないですよ。海の家も僕同じだと思うんですね。わずか2ヶ月間ぐらい若者たちに発散する場所を提供してもらいたい。まあ、今はそのディスコなんてね、時代じゃないかもしれません。でも私は、お宝鑑定団ですか、あれにちょっと出させてもらって、いろんな方と知り合ってね、横浜のクリフサイドってところで、まあ、昔は石原裕次郎たちが、頻繁にこう出演した場所ですね。そこでダンパがあります。ダンスパーティーが。この年でもね、よし行ってみようかなと行きますよ。もうね、始まると同時にフロアがいっぱいになるぐらい踊りまくるんですよ。青春ですよ。それこそそれをね、発散する場所があれば多くの人がね来ますね。今海でそういうね、若者たちが狂ったように踊ってるような光景はどこにもないです。あるとしたら逗子ですよ、ね、ヒマグレインっていうその若者たちが育った場所。それはなぜかっていうと、先ほど言いましたね、真壁って後輩があの浜を全部仕切ってる民間人ですよ。市から電話ももらってます、すべて、ね、海の家の出店、もう決めるのも彼です。全て民間の人がやってるからできるんですよ。で、鎌倉もね、それをちょっと追っかけて今始まってますね、うん、だから茅ヶ崎がじゃああそこと何が違うんだって言ったらね、そんなことないですよ。茅ヶ崎最高じゃないですか。湘南ブランドでナンバーワンは茅ヶ崎です。不動産も一番高いのは茅ヶ崎ですよ。不動産屋さんいませんか。そのぐらいブランドイメージが、それはなぜかね。桑田のおかげ、加山雄三のおかげです。まあ、私は桑田さんの稲村ジェーンの映画お手伝いしました。風大衆のデビュー作ですね。みんなサーフィン3ヶ月教えました。全然使い物にならなかったですよ。費用はね。だからもっともっと海に浸かる時間があればね、できたかもしれません。茅ヶ崎っていうのはね、本当に、まあ、サーフィンの話ばかりすいませんけど、茅ヶ崎はサーフィン発祥の地ですから、茅ヶ崎から日本のサーフィンが始まったんです。で、私は、全日本チャンピオン2回になりました。1回目は第3回で鎌倉の七里ヶ浜で、優勝しました。それから第40回記念大会が鵠沼で行われました。そこで優勝しました。
その間何年あると思います。ネバーギブアップですよ、ね、俺はやるんだってものがずっと続いてさえすればなせばなるですよ。茅ヶ崎ね、これだけ多くの人がね、組長集まっていただいたんですよ。なんとかしましょうよ。もっとね、元気のある茅ヶ崎ですよ。簡単に言えばですね、海でね、ビーチバレーがちょっとできるとか、まあ、私の案ですけどね、ちょっとフットサルのちょこっとやれるとか、例えば沖合にブイを浮かべてね、みんなで、遊泳競技をやるとか、いろんなアトラクションを織り込んで、でその中にアーティストがね時々出演してもらって、聞けるこういう夢があるとかね、やればできないことないですよ。私もいろんな湘南のアーティスト知ってます。無料でやってくれますね、傭兵岡本なんかもいますし、いろんなラウラもいます。みんなサーファーです。つながりがありますので、これだけの場所があれば何でもできますよ。でもっと人を集めること、それをやりましょう。みんなでこれだけの人がいるんだから、ぜひ。はい、ありがとうございます。ちょっとですね視点を変えていきたいと思います。加藤さんはですねライフセーバーで、実はオーストラリアとか海外の、そういったビーチについても非常に詳しい方です。そういった意味でですね、海の家という特定に限るんではなくて、この湘南地域を、まあ、マリンリゾートシティへ、まあ、こう発展させていくというのはちょっと大きなですねお話、ご提案の方も、今日お話しいただけるということなんで、ここで10分ほどお時間をいただいて加藤さんの方からプレゼンをいただきたいというふうに思います。じゃあ加藤さんお願いいたします。湘南ビーチリゾートという、名前を使ったとしたらですね、なんか結構いいイメージがあるのかなという感じします。でも申し遅れましたけど、下の方に役職ありますが、最近ちょっと防災士というのを取りました。でですね、結論から申し上げて、湘南というブランドは確かあるんですけど、もっと湘南をですね、リニューアルさせるというか、今までのその太陽族から始まった湘南ではなくて、やはり湘南って本当に素晴らしいですね。ロケーションがあるし、あと住んでる方たちが素晴らしいです。マリンスポーツをやる意味でもインストラクターいっぱいいるんです。ただ仕事がないんで東京に仕事行ってるんで、この人は通年通して仕事があれば湘南はもっともっと活性化すると思うんです。あと今ここは茅ヶ崎で、茅ヶ崎のことを考えてるんですけど、そうじゃなくて、私たちは湘南というのを二宮から葉山までっていうのを一応湘南っていうくくりにしたんですが、ここを統一したですね、例えばカラー、デザイン、
むしろ先に真壁さんの話ありましたが、彼の一つのアイデアが成功したので、パラソルを統一したんです。赤一色にしたんです。それだけでも逗子海岸のイメージがガラッと変わってるんです。そういうふうに、縦割れじゃなくて、オラが茅ヶ崎、オラが鎌倉、オラが逗子じゃなくて、みんな湘南の一部なので、共通、もう横つながりをですね、もっと強化して、役所も連携してですね、なんとか世界に発信する都市にしたいなというふうに思ってます。あと、水浴場条例っていうのは海水浴に絡んでるんですが、これもかなり古いですね、ものなので、例えば海外では、ビーチでアルコールっていうのは一切ダメです。パブリックなスペースですので、アルコール持ち込みさえ許されないです。だそういったところ、泳ぐ人がアルコールを取るということは、逆の、なんていうんですかね、つながりますね。要は、死ぬことを奨励しているみたいなもんですから、これはもう禁止する。ただし、海の上だけ使う人、サーフパンツじゃなくてですね、泳がない格好で海の上に来る人は飲んでいただいて結構だと思います。あと、先ほど鈴木さんの方からエリアの話ありましたけど、全く同感です。鵠沼の広いですね、西浜のスペースを、雨の日なんていうのは海水浴客数人ですよ。あとはボディーボーダーが OK なので、ボディーボーダー天国なんですね、この夏の間。私の知ってるサーファーは夏だけボディーボーダーになれたと思います。あとですね、海水浴場の解説者、これもですね、湘南はやはり全盛時代ありましたので、民間が、組合が解説者になっているところがあります。日本の中でもですね、民間が少ないんですけど、やはりこれはですね、安全を決めるところですので、まあ、行政がやるべきだと思います。例えば遊泳禁止の判断、この間の3連休でもかなり温床が強くてですね、風波があってちょっと危険な時がありました。で、海の家の方というのはせめて昼休み後まで遊泳注意してくれる、これが願いなんです。で、安全にそんな城入っちゃいけないんです。で、その時は午後3時まで遊泳注意で、それから遊泳禁止になりました。もう遅いんですよ。あとはですね、騒音の問題、ディスコという話がありました。ただしやっぱ住民に迷惑かけてはいけないので、この辺はですね、新しく皆さんでやっぱ考えていくと思います。その子どもたちを楽しませる、発散させるというのも非常に大事だと思います。ただそういうクラブ化によって全然関係ない新宿の形が来てですね、もう自由奔放にですね、湘南をもてあそんでるっていうのも、これも現実であります。これ何とかしなきゃいけないと思います。あと所轄の問題があります。県の保健福祉部生活衛生課というところが海水浴場の担当です。で、ここはですね、普段は、食品衛生の関係で、レストランの検査をしたりですね、あとは最近では放射能もそういう関係でしょうかね。で、ちょっと安全とは違うんです。で、私のライフセービングの担当というのは消防管轄している、安全防災局の災害消防課なんです。で、安全からするとこちらなんです。海外はライフセーバーとライフガード両方がいる国ありますが、ライフガードというのは地方公務員です。なので基本的には、まあ、警察消防と同じようなポジションが市役所の中にあるんです。日本もやはりポジションはやっぱりこの管理ということになりますので、やっぱり消防の関係、消防との連携もある、災害消防課というところはいいと思います。それから冒頭に組合長が発しました下水の問題、確かにあります。ただし、湘南で言いますと、平塚のビーチパークは、あれは公共のですね、施設です。平塚市だけは唯一この相模湾の中で海水浴場がなかったんです。悲願だったんです。それを、まあ、テトラポットは入れましたが、用品してですね、で海水浴場にこぎつけて、民間じゃない役所が作ったビーチハウスで開設したので、もちろん下水処理されています。私の担当した海の声ももちろん下水処理されていて、まあ、昨日も利用してきたんですが、行為も、それから、シャワーも無料です。唯一コインシャワーの温水シャワーだけは、まあ、有料ということで、まあ、民間のところと役所のところとかなり違います。あとはこれ私力説したいんですが、期間の問題、今年はたまたま梅雨明けがちょっと早かったんです。ですが、例えばハワイアン、まあ、今日うちの社員でハワイに一人アローハっていうですね、真ん中に日の丸の地座付けで、トレーシーって茅ヶ崎のです、ね、住民で、サーフィンの大会でもお世話になってるんですが、ハワイでもですね、冬は肌寒いの行ったことがある人は分かると思います。オーストラリアのゴールドコーストでも夏で言われてるのは7ヶ月なんですが、春と秋は結構寒いです。で、彼らからすると5月の連休の日差しは夏です。10月の、体育の人があの辺のピーカンは彼らはもう最高の季節です。それほど日差しが強くなくて、まだ水温が高いからです。ですから、この夏の捉え方
するがゆえに海のいる人たちも無理して設備投資をして回収しなきゃいけないので、まあ、夜も頑張ったりしたりですね、ちょっと住民の方に迷惑するような行為もあったりするんだと思うんです。それをマークするだと行政がどこやるか、行為とか水シャワーはこれ行政の役目だと思うんです。市民が使いますから。ただこういう、施設はやっぱり民間がそのお酒を飲むところだったり食事するところだったり、まあ、ちょっと遊ぶところは民間に整備するみたいな、するのがいいんじゃないかと思います。まあ、湘南の場合ですと私は5月1日から10月、まあ10月まずはちょっと肌寒いかもしれませんが、まあ、私も11月までは毎年泳いでましたので泳ぐ分には全く問題ないです。あとライフガード、公務員はやっぱり置かなきゃいけないんですが、なかなか公務員まで行かないので日本の場合はその中間のポジションのものが必要かなと思います。でこれはオーストラリアに行った時のですね、写真なんですが、オーストラリアのゴールドコーストと、この茅ヶ崎も入ってですね、神奈川県の14市町が姉妹提携を結んで、昨年20周年で、私その20周年の、記念式典に自腹で行ってきました。これ強調します。役所出してください。連盟も出してください。自腹で行きました。その時のパーティーで、向こうの市長が挨拶したのは、ライフガードの交流だったんです。向こうから見ると、神奈川県に、毎年、または1年おきぐらいにライフガードを送り込んで、各浜にいたんですが、その交流だと言ってるんですが、最終的にそれに答えられてないんです。神奈川県としてライフガード育ってません。ライフセーバーどうなんですか。はい、次お願いします。でこれはですね、日本のビーチカルチャーを表すものですが、海の目の前の公園に、バーベキューの施設がロゴあります。でなおかつ燃料、これガスなんですけど、ごめんなさい、電気なんですが無料なんです。ボタン押せばつくんです。で見てください、冷やしたら見てください、プレートは非常に綺麗なんです。ですから次に使う人のために使う側もきれいにしてるんですね。でゴミ箱もハワイもオーストラリアも非常に多くあります。で日本もあります。ただ回収のサイクルは全然違うんですね。彼らはお客さんが来る前に朝5時6時にこれ回収してるんです。それも一人でこうやってアームで、ゴミ箱をやったりする、結構合理的にボン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 回収していくような、まあ、リサイクルの問題はちょっとありますけど、まあ、そういう回収をしてます。はい、すみません。でこの時はジュニアのちょうど大会やってて、非常に子どもたちからですね、ライフセービングを教えてます。で先ほど言ったトレイシーが最初にサーフィンやったのはライフガードのワークショップ、学校に来たワークショップで彼はサーフィンを教わりました。オーストラリアでもサーファーでライフセービングをかじった方は非常に多いです。ですから何か浜であってもライフセーバー、ライフガードが来る前にその周りの人たちがその技術の知識を持ってるんです。非常に安全なんです。はい、次お願いします。これは、マウイのですね、通称ビッグビーチといっている南の方にある、綺麗な海岸なんですが、非常に素敵なですね、ライフガードのタワーがありました。今日この中にはですね、ファクトリーゼロさんという、この茅ヶ崎のですね、タワーも作っていただいている、業者の方がいらっしゃいますけど、まあ、将来的にやっぱりですね、行政がきちっとお金を出して、こういう素敵なものを年間通してですね、耐えるようなタワーを作るべきだと思います。でちなみにこのですね、側面に入っているあの窓ガラスはポラライズという、反射をですね、よく釣りの人たちが波の面とかがですね、キラキラを防いで魚が見えるような、よく渓流釣りなどで使っているサングラスありますが、それを使ってます。ですから中にいるライフガードは疲れが全然違うんです。はい、で全く今度は違いました。これポルトガルですね、トレーシーと学会に行った時のあれなんですけど、ここはもう、なんていうんですか、リゾートなので、そういう人を受け入れる浜にですね、こういう小さいテントがいっぱいあるんですね。おそらくこれも有料で、一部屋いくらっていうふうに借りるんでしょうけど、でもちろんライフガードもいました。でビーチも非常に綺麗です。次お願いします。でこれはその近くのエリセーラっていう世界的に有名なサウスポイントですね。世界 の最高峰の大会もここでやられたりするところで、そこにもこういうですね、救助資材がきれいな形で置かれていました。で左下に分別 のゴミ箱がありますけど、非常にシンプルで、これは毎日交換されてました。失礼します。で、これが先ほど言いました平塚のビーチパークです。平塚のライフセービングクラブの方も来ていらっしゃいますけど、ここは公設ですね。で目の前に、ビーチバレーボールコートが常設であり、まあ、世界選手権出るような選手もそこでやってたりして、その前で唯一ここはですね、フラッグ奉仕という、今日は朝ライフセーバーですね、危険な場所を除いて
赤と黄色の日本のフラッグの間で泳いでくださいっていうエリアを毎朝決める。ハワイでもオーストラリアでもその方式です。なぜならば海はリップカレントという海の流れがありますので毎日それは変わるわけです。ですから安全なところをゾーニングする。でリップカレントの横は採波する波が割れるところですのでそこはサーフゾーン。毎日サーファーの一番いいところまたは遊泳客にとっては危険なところを総合的に判断してゾーニングするんです。でビーチパークはそれがされています。茅ヶ崎のソナンビーチの監修は右上にありまして左側が葉山の森戸ですね。で左下は片瀬西浜で最後は三浦で今日は三浦の方いらっしゃらないからちょっと見えでしょうけど三浦海岸って今海水浴客も激減してるんです。もう全盛期の10分の1ぐらいです。で昔は研究校が毎日アイドル呼んでですねイベントを打ってたんですけどそれは撤退してからもう悲惨な状態です。でもう海の絵も歯抜け状態です。でこれはタワーですね、まあ、ちょっとオーストラリア、ハワイに比べるとかなり違いますね。この辺もやっぱ統一したデザインでおしゃれな湘南を演出したいと思います。で、今ですね日本の中で唯一動きあるというか前に向けるのが渚の交番というですね制度が日本財団というところが支援しています。でこれのいいところはイニシャルコストを全て日本財団が出す。あと3年間のランニングコストを出す。でこの宮崎の例は前に、宮崎市の観光協会が持ってた、ウッドハウスですかね。それを3000万ぐらいかけてリニューアルしてこの渚の交番にしました。で、青パトがありましてこれがですねこの青島海岸だけじゃなく近くの、木崎浜という有名な3ポイントがあるんですが、そこだったりあとは、背後のですね、小学校3校、巡回バトル毎日ライフセーバーが、黄色と赤のユニフォームを着てこの青パトに乗ってパトロールしています。でこれはですね鎌倉の坂の下から見た時の百合ヶ浜と材木座のサーファーの絵です。午前9時前の鎌倉は午前9時までサーフィンさせてくれます。午前9時前の様子でこの後ちょっと写真、撮れなくて申し訳なかったんですが、入った海水客というのは20人ぐらいです。この時は200人ぐらい全体でいたんですけど9時以降の遊泳客は200人です。オーストラリアだったら絶対ゾーニングしてこのサーファーがどっかで遊べるところを必ず作ってるはずなんですがここではこのビーチは全面的に午前9時から夕方6時まで禁止です。であと遊泳禁止の時も禁止なんです。これもおかしいです。でこれは稲村ヶ崎から見たですね、夕日なんですけど、まあ、湘南って本当に美しい、世界的に見てもですね、非常に美しいところです。まあ、私もサーフィンの関係でですね、世界中で、まあ、波乗りしてるんですけど、やっぱりこの湘南に帰ってくると素晴らしいなっていつも思うんですね。まあ、食文化も日本は素晴らしいですけど、特にやっぱり湘南のこの景色が。でこれにやっぱり甘えてはいけないし10年後、20年後やっぱりこれを生かした形でビーチカルチャーを育てたいなというふうに思っています。で先ほどの結論ですけど、まあ、こういう点をやっていけば湘南は、まあ、ビーチリゾートとして成功していって基本的にはですね、お金は落ちる、税収は上がる、この今の税収は上がらない中で税収を上げる、雇用も創出する、でいろんな問題点もちろん出てきます、出てきますけどやっぱりそういうことをやることによって湘南をいい方向にやっぱ市民の力が変えていくというのが、まあ、湘南らしいですね提案改革になるんじゃないかなというふうに願っておりますし、私もその、一部ですね、見ながらお手伝いできればと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。世界中でサーフィンをしている加藤さんが湘南が世界で一番自然も綺麗で食もいいというふうに言っていただきました。ここでですね、会場の方からぜひ意見をいただきたいというふうに思います。ご質問でも、今の加藤さんのお話に対するご意見も結構です。お願いします。ご質問される方、すみません、立っていただいてもよろしいですか。藤沢の、まあ、上の海岸のところを聞くと言いますが、今のご提案の後国際化なんですね。たまたまですね、ちょっとチャンスがあって、東欧のチェコに向かって最近行ってきたんですが、今、ビーチリゾートの部屋、チェコにですね、17世紀
でそこはね、まあ、今問題になったのはこのビーチの問題ですけど、ちょっと参考になりそうなのは、要するにその私行きました時にね、5月半ばぐらいだったら、ヨーロッパ中から友達が来てて、ロシアの方も近い列に回ってたから、中国の方も来ましたが、まあ、要するにその老いも若っちもそのいろんな国からいろんな人が来て楽しんで、なんで楽しんでるかというと、その温泉もちろんなんですけど、町全体がね、非常にそのいろんなことが楽しめる。まあ料理ももちろん、それから建物もまあ古いということが大きいですけど、こうデザイン的に非常にどういったのがある優れた街なんですね、こういう感じ。それから公園もあり、いろんなことがみんなこう総合的に見てて、ね、要するにそのチェコは冬は国中がマイナスになるような寒いところなんですが、要するに数年それこそ賑わす。で、まあ、なんですね、いろんなことで楽しめるその総合的なリゾート性っていうのは、で人のね、湘南でもこう、総合的に考えて、いろんなことで楽しめて、数年来て、冬は冬なり、春は春なり、夏は夏なり、いろいろ楽しめるという考え方に立たないと、これからはやっていけないんじゃないか。本当にそう思います。だから今の法廷は非常にね、そのことを考えるように、出なかったときは、よろしいんじゃないかと思いました。はい。そういうことです。はい。どうもありがとうございました。ご意見ということで頂戴いたします。他にご質問ご意見ございますでしょうか。はい、お願いします。すいません、ちょっとお話が時間かかりますけども、まず湘南の海を考えようと、まあ、ミニフォーラムということが書いてありますけども、要はこの観光ですよね。もっとお客さんを湘南のこのビーチに134号線という道しかないですね。あとは JR 茅ヶ崎です。で、まあ、一番をこちらに来てくださるお客様というと、東京、都心、横浜ですね。そうすると、ずっと来ますと、この葉山、鎌倉ということは、駐車場結構ありますよね。で、江ノ島を過ぎて、江ノ島の水族館から、ずっとこの134号線、平塚行くの間には、どこにも駐車場ってないんですよ。あるのはその砂防林、防風林がダブルである。そこをちょっとちっちゃなところでですね、それまあ10台、20台、かける2キロ1つずつぐらいにかければ、もうちょっとこの止まって、まあ、道の駅じゃないですけど、そういうのを作れば、もしくはもうちょっと大きな観光バスが止まる人があれば、その大きな会社の人がですね、それを踏んで水の方に行く時に止まっていただいたら、道の駅で物産を貸したりとかやることも可能です。このままそういう、まあ、皆様の意見を入れても、ただ考えると、ね、お客さんも来ても何もしないと、まず第一考えないと、まあ、私も40年前、30年前、車で東京から越してきました。その時はどこでもそういう車両はなくても、ね、海岸の横に停めてサーフィンしたり、遊んだりして帰ってくるのは、車で来ると、そうですね。ありがとうございます。まあ、観光客呼びには駐車場もないという話がございました。今日ですね、茅ヶ崎の、議員さんがいらっしゃってますので、ぜひここら辺、防砂林を駐車場にして、道の駅を作れないかというご提案、これ、いかがでしょうか。浜田さん、お願いします。道の駅に関しては、名前茅ヶ崎市の岡崎です。今後の中で言うと、今度縦貫道が通りますので、柳島近くに、多分数年中に道の駅はできると思います。
ただ私は今までの話の中から一番問題なのは湘南エリアでお客がたやっぱり先ほど加藤さん言われるようにどうやって呼び込むかっていうのとどうやって落としてもらうのかっていうことで考えると宿泊施設が絶対的に少ないんですね。で江ノ島にもホテルがありましたけど結局撤退というかなくなってしまった。で湘南で何かやろうとするとおおよそプリンスホテルを拠点にしなきゃならない。そうすると向こうから運んでこなきゃならない。でそういうことを考えるとやっぱり先ほど加藤さん言われたように2ヶ月という夏じゃなくてもうちょっと長いロングスパンの中で考えながらやっぱりこの湘南に滞在をしてもらってお金を落としてもらうことを考えなきゃいけないのかな。ただ一番問題があるのは茅ヶ崎でも藤沢でも鎌倉でも同じだと思うんですけど住民の意識が自分たちの収入が結構ある人たちが海沿いに住んでますからなんでそこをその部分で稼がなきゃならないんだと自分たちは住民としてここに住んでるんだという意識とのマッチングをどうしていくのか先ほど鈴木さん言われたように私もそういう海がいいなっていうふうにすごく思うんです。ただどちらかというと鈴木さんだったりの年齢の方が結構やっぱり海沿いに住まれてる方がそのサザンに関しても1日のコンサートでも許さなくなってしまってるっていうのが現状ですからそれをどうやって変えていくのかっていうのが一番大きな問題点なんだろうと思うので、まあ、ちょっとその辺も意識改革とともにやるんであればいろいろ多面的にやっていかないと片手落ちでいくとやっぱりなかなかうまくいかないのかなっていうのはこれは私の所見なのではい、ありがとうございます。加藤さんいかがですか。加藤さんいかがでしょうか。観光という括りだけじゃなくて今防災というところでやっぱり津波をどうするのかって非常に大きな問題なんです。で私どもはですねいろんな選択と集中の中で、その交通をどうするかっていうのを考えたときにですね134号線の横の動き観光客にとっては入られないんです。で一つアイデアとしてはサイクリングロードを充実させようと。それをかさ上げして例えば5メートルの高さにする。でこれを津波の、まあ、最低限3メートルぐらいの津波がそれでブロックできる。あと毎年ですね氷山海岸の砂がですね134号線に、打ち上がってそのために余震ですごいお金をかけて止めてます。で今134号線にもですね4車線化によって防災ラインが狭くなりましたので、ちょっと温床が吹くとすぐ砂が上がってですね翌朝は一生懸命業者の方が除去してそのお金も非常にかかってます。これを5メートルの、まあ、サイクリング道路できればそれはブロックできます。ただ砂は溜まります。で先ほどのゴールドコーストのですね中でちょっと紹介できなかったんですが非常にお金かけてですねゴールドコーストの砂も移動させてるんです。それもオーストラリアの鉄鉱石が露天掘りですけどそこで使うような日本にないようなバカでかいですねブルドーザーと、採取するユンボみたいなので、もう1日でもうこの例えば中海岸あたりだったら簡単に取り除くぐらいのボリュームを動かしてます。そういったので、まあ、基本的には観光だけじゃなくいかにお金をかけるんですけどその中に今求められている問題をどう解決していくのか。で観光というと絶対鎌倉なんていうのは非常に私も鎌倉住んでますけど観光なんて出てこないと住民から言うもういいと。で行政も一応観光のポジションあるんですけど本音はいいんですやんなくていいんです。やればやるほど市民に怒られますから。でこれじゃあ将来発展しないんですよね。で世界遺産は今仕方なく鎌倉やってますけど、まあ認められると思うんですけど、あれ認められた暁にはどこに宿泊客が泊まるか。結局横浜とか東京に泊まってですね、鎌倉は日帰り観光のままなんですよ。これじゃ発展しない。本当にいろんなそういう問題点をですね、もう集中、生活集中してですね、いかに湘南が豊かになるのか、そういう方式にしていくと住民も結局納得していると思います。はい、ありがとうございました。あ、すみません。防災林の関係をちょっともう一言聞くと言わせていただきたいんですけど実は茅ヶ崎は 5.8 メーターしか新間海岸あたりはないんですね。でここのところいろいろ 防潮林の関係で調べてたら
茅ヶ崎に関してはもうすでに複合輪になっているので、松だけじゃないので膨張輪になり得るという状態になってますから、そういう意味では今の膨張輪を減らすということはやっぱり住民の安全との対考え方がありますから、それを削ることはちょっとできないという考え方があるので、その辺はちょっとご理解をいただきたい。なんか藤沢の方でそこを切ってしまって非常にトラブルを抱えているところもあるらしいので、それはやっぱり今の時代で去年の 3.11 以降の対津波の問題に関して言うと、なかなか先ほど加藤さん言われたように加藤さんと一緒にいろんな話してますので、サイクリングロード上げれればいいんですけど、やっぱそのコストを考えるのと膨張輪を考えると、膨張輪に関しては1回植えればそのままメンテナンスかかんないんですよね。でもやっぱり人工物はどうしてもメンテナンスしていかなきゃならないので、それだけやっぱコストもかかりますから、そこら辺をやっぱり考えながらやっていかなきゃいけないのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今ご意見の中でですね、道の駅というお話になったと思うんですが、実はサザンシーを作ったいきさつがですね、そこに公設のおトイレを作って観光、箱根から観光バスでおしっこタイムができるような場所作りをしましょうというのがコンセプトだったんですよ。で、僕たちがサザンシーを一生懸命コンペ形式にしてこういうのしよう、こういうのしようと言ってやったんですが、役所の担当者はどん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 変わるんですね。で、どん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 変わるとですね、その人の意見が、今まで僕たちはそこで公設のトイレを作って、ここで、まあ、道の駅までにはならないけど、ここでおしっこタイムができるような観光バスが寄れるような感じを作っていこうというふうなことだったのが、どん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 変わっちゃって、ただの差断しになっちゃうんです。これ本当につまらない、ただの差断、何百万ってお金かかる。本当にそういうような現状なんですね。僕は本当に強く今、ピンク D さんがいらっしゃるんで、あまり言いたくはないんですが、本当に強く言いたいのは、担当者が変わることによってですね、本当にすごく影響力があるんです、この海の家って。で、今、皆さんが言われているように、自由にやれよって言うんですが、かなりの金があるってことだけが、本当に道の駅、今、柳島でできるっていう話があったんですが、柳島の前でできるのはここだったんです。ここの話を持っていかないで柳島を持ってくったら僕的には納得ができないんですね。前から柳島作るよ作るよっていう話があります。西山駐車場も作るよ作るよっていう話もあります。だけどもともとはここだったんです。ですよね。ですよね。それを作るので今グランドプランができちゃって、ここにバーベキュー場を作ろうだとか、海の家こんなところ邪魔だなんて言われてるような時代になっちゃったんです。だからもともとの原点を本当に分かっていただかないと、どん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 変わっていっちゃうんです。そこら辺だけはちょっと皆さんご理解というか、分かっていただければなというふうに思います。ありがとうございます。話は尽きないんですけれども、先ほど鈴木さんからですね、今日は皆さんが驚く提案を持ってきているというお話がありました。最後になりますけど、5分ほどお時間いただいて、鈴木さんからですね、ご提案を、ぜひ聞いていただければと思います。こちらの、スクリーンの方にですね、イメージ図を。鈴木さんお願いします。知れませんが、私もこれ十数年前からね、この構想を持ってまして、でここのところね、ひしひしとこれはやらざるを得ないかなと。もうこのあと行くばくもなくなってきたもんですから、70を節目にね、これやらなくて、今やらなかったらどうしようってことで、これ簡単に言いますとね、烏帽子岩とこの漁港のところですね、平島がありますね、まあ私が勝手につけたんですけど、烏帽子海上遊歩道っていう名前なんですね。でなんかこう
子供たちがね、ピヨピヨとね、遠足というか、こう 1.8 キロしかないですから。でまあ、私もあの年の高で、日本政策金融公庫などいろんな行政にいっぱい友達がいますのでね、おおよその見積もりまで取りました。それはあの言うべきかどうかというのはありますけどね、そんな大したことないんですよ。例えばですね、この茅ヶ崎漁港、今から相当昔ですね、18億かかりました。それからパシックホテルの前にヘッドランドが出てますね、ティーバーと思います。あれがね、12億ですよ。あれはあの巨大な自然石を積んで非常に立派なものなんですね。それに比べまして、まああの片山さん、今日はあのブレインストーミングみたいなもんですよね。何言ってもいいんでしょう、皆さん。いいですか、ね、あのね、大体あの日本のこの橋を作る業者はね、あの瀬戸大橋、下側列車が通って上は高速道ですね、そういう素晴らしい技術を持っている会社がありますので、名前は控えさせていただきますが、これが大体ね、15億ですよ。15億。で、まあ、私、県の会議なんかにもいろいろ出てますので、あっちこっちにまあ友人がいるんですね。で、まあ、こういろいろ調べてます。一番水深が深いところで12メートルですね。ですから、あのそれに対して台風が来たときに、どのぐらいのその波長が増すかとか、いろんなデータを彼らはもう持ってますのでね、いろいろ勉強させてもらってるんですが、で橋脚の間隔が、10メートル。で橋脚の太さは直径が約1メートルぐらいですね。で水深が12メートルですから、船から打ち込む工法なんですね。だからそんなにお金がかからない。で、これもね、これはやっぱり、茅ヶ崎は観光財源がないってことですよ。やっぱりね、何をやるにしてもね、お金を生まなかったら、先ほどあの市議の方からも話がありますけど、何をやってもね、お金を生まなかったら、それは持続性がないってことになりますね。必ず、会社も企業もそうですけど、黒字じゃなかったら継続性がないってことになりますから、私これやることによって、今、組合長さんが言いましたけど、道の駅構想はね、柳島なんかとんでもないですよ。まさにここです。そうでしょ、ここにね、大型バスが入ってきて、こういう観光すること以外は柳島なんですか。何もないですよ。おしっこするためだけにね、そんな大きな予算割くんですか。バカでしょそれは。私も結構バカな方なんですけどね、あのまあこういう私のドリームですね、これは。ただ皆さんが、こういうことに賛同してくれるかどうかですね。でもう一つの大きな意味合いはですね、あそこに6号水路っていうのが小さく出てますけど、あの左側が今実は中海岸の浸食の問題を持っているところですね。で10年計画、先ほど言いました。で年間3万リューベですよ。3万リューベはダンプカー5000台です、ね。もうすでに6年が経過しました。5、6、ね、計算できますよね。でダンプカーは1台、アバウトですが8000円です。まあ安いかもしれませんね。相模湖に堆積した砂を持ってきて、投入してますから。あのちょっと短い、もっと短いね。それでですね、沖合にこの橋脚がたくさんできることによって、大きなうねりをある程度は軽減してくれると思いますね。それから今投入している砂もですね、どんどん持っていかれちゃいますね。それはもう国民の税金ですから、県民のね。それが、だいぶ堆積するようになって、遠浅のビーチになると台風のパワーっていうのは沖合で崩れますので、そこで力が弱まるんですね。だから江ノ島、鵠沼海岸はずっと遠浅でね、サーファーは分かりますよね。だからどんな台風が来ても沖合でブレイクしますから、手前にはパワーがないんですね。だから浸食しないです。で茅ヶ崎は手前が深いですから、でそういう意味合いもこれを持ってるんですよ。でまあ、ちょっとこれ私が描いた絵なんでね、まああの
エゴシにちょっとしたこう海洋センターを作って、でそこに海上自衛隊のね、訓練基地を作って、でそれはこの予算を引き出すための手段でもあるんですよね。やっぱ国防というものを絡ませるとね、お金は意外と出やすい。で、真ん中の辺にこう物見台みたいな感じですね。あれは、密入国船の、チェックする塔、監視塔ですね。これは大義名分でいいです。愛知県の伊良湖岬ってところにサーフィンやるところですけど、同じありますね。石でできた監視塔があります。何にも誰もいません、いつも。でもそこの海岸はきれいに整地されて、300台の駐車場がある。トイレは3カ所あります、ね、でそこにもね、最近ですよ、道の駅ができました。ものすごく流行ってます。ものすごいです。でその道の駅の中にサーフショップまであるんですよ。そういうね、だから住民のね、一つの構想でね、やればできるんですよ。でもね、必ずね、道の駅構想は僕はやりたい。でもうね、案は出ては消え、出ては消えなんですよ。だけどこれをですね、岡崎さん、これをね、当て込めば道の駅構想は可能ですよ。これで観光誘致ができるんですよ。花火大会考えてみてください。仕掛け花火やったら最高でしょう、ね、宇宙から宇宙飛行士の、名前になってましたけど、ね、あの方がエゴシを見たいって言ってライトアップしたでしょう。やればみんなできるんですよ、そういうことがね。だからエゴシがライトアップできて、で物見台の棚にちょっと書いてあるのがですね、潮流発電ですね。今イギリスではもう実用化されまして、非常に安い費用 で大型小型何でもできますね。やれば潮流発電は可能です。でこれのエネルギーは全部賄えると思いますね。それから問題は、海には漁業権がありますので、漁師さんたちの生活を保障しなきゃいけないですね。そのために紅葉お土産とか海洋センター、レストラン、それからまあいろんなカルチャーね、入れ込んだこういう海洋センターがあるといいですね。でそこでこういう会議があったり、それからフラダンスが常時一般客が見れたり、いろんなことができる。その中でですね、この海の家の数年間っていうのが実は入ってるんですよ、あそこにね。人が来れば数年間していいわけですよ。もうこれ以上時間ないでしょ。私の話をもっとしたいんですけど、皆さんね、今度お金払ってしてください。やりますから。はい、ありがとうございます。はい、はい、今の鈴木さんのお話、反論も含めて、もしご意見あれば最後いただければと思います。ぜひ、1本ぐらいありますでしょうか。はい、ぜひお願いします。やっぱり、継続性はね、ありがとうございました。ですね、ちょっとですか、はい、今ですね、
今日間に合わなかったんですけど、これのね、収支予測、これをプロの方に今お願いしています。これが大事なんですね。やっぱりどうやってその収支が黒字になるかっていうところね、これが一番大事です。すいません、はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、加藤さんと大久保さん、最後一言をいただいて、締めの言葉としたいと思います。今日のまとめ、一言いただければと思います。はい、はい、正直ですね、海水浴場の組合の方っていうのはライフセーバーとですね、相反するところがあるので心配しました。それからサーフィン界の大御所のですね、翡翠さんと初めてお話しするんで、これも非常に心配してましたが、非常にですね、今日は勉強させていただきました。で、六久保さんからは呼び込みをしないっていうのが、私ライフセービングも30年ぐらいやってますけど、そういうことを言った国たちは初めてです。ですから、湘南ですね、いろんな初物といいますが、サーフィンもヨットも、それからライフセービングも、あとはビーチクリーンも湘南から始まってます。ぜひですね、湘南らしいビーチカルチャーをですね、こういう方たちと一緒に作りたい。あと鈴木さんの提案ありましたピアの方式というのは、カリフォルニアでもピアを作ったことによってですね、いいサンドバーができている。で、それによって上は海水浴客、観光客が来る、左側はサーフゾーン、右側は釣りだったりゾーニングもできているし、そのピアの先端にはライフガードだったりですね、ピアというのは味があるに前にあってですね、いい波をもたらしていたんですが、環境にもやってみる価値がある。まずは中海岸ですね、そのスモールサイズでもいいから作っていただいて、まず1回試験やってですね、いい結果が生まれればぜひピア方式は私は取り入れるべきだと思います。今日は本当に貴重なことをお聞きいただきまして、私自身勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後大久保さんお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。いずれにしてもですね、鈴木さんも加藤さんも僕もですね、海が好きなんだよ、好きじゃなきゃこういうこともできないし、こういうことも言えないんだよというふうに思いました。これからもですね、皆さんの意見を聞いて本当にいいビーチにしていきたいなというふうに思います。それはですね、やはり茅ヶ崎がやっぱり好きだから、この街が好きだからだと思います。僕もですね、生まれも育ちも茅ヶ崎なんで本当に好きなんです。やはり海を良くしたい、それとですね、海の家も良くしていきたい、でお客さんも呼びたい、毎年毎年誘客をやってるんですが、誘客やってるだけではなかなかお客さん来れない、どっか何かいい魅力あるビーチを作っていきたいなというふうに思ってます。これからもですね、皆様方のですね、ご協力がなければやっていけないかなというふうに思います。ぜひともですね、街であったらですね、いろんな意見をいただきたいなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はいろいろありがとうございました。最後私一言だけ感想を述べさせていただきます。今日いろんなですね、海の以外にもいろんな話し合いがありました。で、これが難しいのはですね、やはりこの綺麗な自然環境を守るという視点と、一方で観光客に来てもらって経済を活性化するという相反する課題があって、さらに防災っていう、この3つをどう、両立させていくかって非常に難しい問題だからというふうに思います。で、私最後加藤さんが最初におっしゃってましたけれども、結局じゃあ誰が決めるのかって言ったら、ここに住んでる住民、我々が決めていくということだと思います。それが今まではですね、偏った利益団体だけが自分たちの主張をしていたというところがあったというふうに思います。なんか全員でですね、こういった場で今後話し合えば、きっとそれが湘南らしいビーチカルチャーみたいなのができてですね、いい街づくりにつながるんじゃないかというふうに思いました。今日ですね、お忙しい中、鈴木さん、加藤さん、大久保さん、本当にありがとうございました。以上でパネルディスカッション終わります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。私も本当に海大好きです。で、今日皆さん来ていただいた皆さんもおそらく大好きだったと思います。大好きだと思います。で、すみません、ちょっとお知らせなんですが、8月の22日19時より藤沢産業センター6階でまた、このフォーラムの方のがありますので、ぜひ皆さんの意見をまた言っていただき、それでまた考えていただき、一緒に考えていきたいと思います。あとですね、回収箱の方にアンケートの方、皆さんのアンケートの方をお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、写真がですね、ちょっと電池がなくなってしまいました。大丈夫、はい、じゃあすいません、ちょっと集合写真の方を撮りたいと思いますので
こちらの方にお集まりいただいてもよろしいでしょうか。手前の方ですね。